今日はちょっと違う車で来てよ。はい、そうっすよね。なんか前、あの休日突撃した時と違う車だな。違う違う、あれは自家用。あ、これ、買ったんですか。これ買ったんじゃないんだって。何ですか。買わされたんだって、イエスを。買わされたの。そう。誰にですか。社長なんて、社長しかいねえだろ、そんなもん。もう、塗装班がないもんで、はい、あの、あ、待っとんだわ。え、かだって、お前買えって。強制ですか。強制だって。強制だって、これ。めっちゃ怒ってるよ。めっちゃ、めっちゃだって、これ。クレタとかじゃねえですか。クレタじゃねえ、クレタだったらいいよ。クレタだって。1本だって。あ、いいよ、貸したろわって、最初。はい。ベトナム人使うの貸したぞって、はい、あ、言っとったんだけど、はい、あの話がなんか、はい、100万でどうだっていや、怖いですね。あれ、え、なんか言ってること違うんじゃねえかと思って、はい、で、突っ込むと、はい、俺はそんなこと言っとらんぞって絶対言うで、はい、もう分かっとるで、はい、お、俺はそんなこと言っとらんぞ、誰が言ったそんなことって言うので、あ、あの見た感じはいいと思うだろう、はい、ぶつけとるで、いろいろこれ、ね、これえぐいって、これこれやばいっすね。やばいって、左もだって。あ、そうですか。ペンキもついてるでしょ。吸ってますね。あ、だろう。ペンキはよ、これもっとひどかったなって、はい、拭いて取ったんだって俺。あ、そうなんですかバックドアもそうだね、ボコってぶつけとるんだって。これもペンキマルケだったって。はい、これもペンキマルケでよ取ったてペンキ。でもまあいいじゃないですか。なんかだ、これ全部張り替えなきゃならよ。取り替えなきゃって。内張りも。買ったのに。おお、で、たまたまじゃねえやこれ。でも結構やっぱいいですね、ハイエースは。まあ仕事で使うには最高だと思うよ。はい。これ普通の工具箱ですか。工具箱。これでかいのどうですか。これ、はい。これはあれ、ハケとか。ああ、うわ、すげえ。で、もしもの時の朝食材を。ええー、すごい。あれはローラーっすね。あれローラー。あの奥の黒いやつなんですか。あれ、俺のカバンだって。何が入ってるんですか。何も IC も入っとらんて。IC も入っとらんて。マイカバンよ。もう仮面というよ。仮面というよ、これ衣装よ。衣装よ。衣装、これ。衣装だって。これまだ誰も見てねえ。誰も見てねえ、これ。うん。これやばい衣装だって。やばい衣装。やばい衣装だって。これで、普通、これ、いくら俺でもこれは歩けん。着てくれないですか。着ねえよ、これ。何じゃ持ってるんですか。ん、これ撮影だって。ああ。撮影だって。もう、ないですか、他に。他ないって。え、どんな感じだったんですか。帰って言われた時。帰ったとこ。いや、買えじゃなく、はい、あれ、早いっす。毎月どうする、いくら入れとこうかって。ん、何を言ってるんだって最初思ったけど。はい、100万でいいかって。はい、ん、え、何ふざけんじゃねえよって思ったよ。何ですか。マジだって。もう買う前提でお貸しあるだけ。買う前提で貸しあるだけ。最初から言えよっていう話だって。へえ、マジですか。だって、返品なんて聞かんでよ。結構保険高いしよ、これ。あ、そうなんですか。車両が落ちるもの結構高いんだよ。へえ。保険も高かったもんだよ。買わずに、俺被害者だったな。そうです。俺被害者だった。まず言われたのがよ、はい、これ今すぐ買うか、はい、この場で人生終わらすか、どっちだ。いいそう。めちゃくちゃどっちだ、どっち取るって言って。はい、ああって。買うだろうって、買うしかねえだろ。明日の朝日が拝みたかったら買えっていう。っていう、そんな感じだな。うわ。うん、マジっすか。もう、圧力が半端ない。お疲れ様です。車悪かったな。はい。車悪かったな。あ、大丈夫です、全然。あれ、せいですね。あれ、せいよ。明日の夕方するか、うん、日曜日の夕方するか、うん、ちょっと悩んでますね。塗装班が使った車と、シニアが使った車ね。
そうそう、相談っていうのはまあみんな一人親方になるか、うん、言って、まあ、一人親方になるかけど、まあ、まあ辞めたので車が余っとんだよな、結果で、まあたまたま、まあ、大将買いたいみたいな、はい、いいですよ、ね、強制だってこれめっちゃ怒ってるめっちゃだっ、くちゃだってこれお前の取れたやつは綺麗なんだよな、ちょっと分かんない、塗装のやつは綺麗とか、いや、もともと僕が乗っとったハイエースの塗装班が乗ってたんで、うん、結構もう塗装があっちこっちついてますよ。へぇ、あ、そうなの、はい、あ、そうだな、お前らあれだな、なんみたいなやつ、そうです、塗装班から僕が奪ったんですよ、ハイエース塗装班が2台ハイエース乗ってて、うん、で、僕が結構大きい現場ばっかりってベトナム人をなんか 4,5 人毎回連れて行っとったんですよ、うんうん、で、もう狭い車でご飯食うのもあのかわいそうだもんね、あ、はい、まあ、そうだな、はい、で、塗装班のその時頭やっとった寺吉くんに話して、うん、ハイエースくれっつって、うん、で、いや無理ですみたいに撮ったんですけど、うん、いや無理じゃない、ちょうだいよっつってで、まあ、くれたんですよ、心よく心よく書いて、まあ、最近ね、まあ、こういう、まあ、ちょっとまあ、まあ、あいつが何言ってるか分からんけど、まあ、一つだけは弁解させて売りつけられたみたいなことを言うかもしれんけど、はい、あ、まあ、言ってあいつも、まあ、なんか月々払ってきて、まあ、会社貸したわけだよ、はい、うるせえなと聞いて、でもあいつが売ってほしいって言ったけど、はい、あ、あれ俺は別にもう借りとけって会社の前で、はい、何ふざけんじゃねえよと思ったよマジだって、もう買う前提でも貸してあるだけ、あ、買う前提で貸してあるだけ、最初から言えよっていう話だって、いいぞって言ったんだけど、まあ、一体いつも一人親方みたいな感じなのね、はい、なんか売ってほしいって言って、まあ、資産になるみたいな、初めてさんが値段下がらんもんな、あ、そうなんですか、うん、で、まあ、俺も上がっとるでもいいよって言って、で、お前の方がいいって言ったらな、綺麗だもんね、2台あるもんね、うち会社がハイエースが、はい、普通のハイエースがね、そっちの、まあ、こっちの綺麗な方だったら売ってほしいってやつも長いのを売りやがってな、はい、安く売ってほしいな、求人マッチングの方もメール届くようになるな、やっぱり一日何十件だな、で外気塗装のマッチングっていうのも、まあ、4月5月、まあ、4月頭か4月中では目標にしようだけど、めちゃくちゃいいやつで、多分もう本当にこれもう本当にね業界震撼するよ、 YouTube だって広告宣伝費がかからんのか、建設業界と、はい、集める、はい、だから安くコストも下げれるし、はい、プラスもアプリっていうかサイトもめちゃくちゃいいもんだ、もうすっげえアイデアだね、また作ってくれてる人も結構いい人だから、はい、ぜひそちらの方もまた使ってみてください、ぜひ登録の方だけしてください、よろしくお願いします、うん、そんな感じだな、まあ今日はこんなもんか、あゆえさ、はい、次の動画はこのハイエースが変わっとるか、はい、しかし下に入っとるか、どっちか、はい、どっちか、どっちになるかちょっとわからんけど、はい、またさ、ずっと、あおう、はい、わかりました。OK です。OK。またさ、ずっと、あおう、はい、わかりました。OK です。OK。でも本当は本当普通に買うって言ったんですよ、ね、本当普通に買うって言ったんですよ、本当は普通に買う、いや売ったらどうって言ったんだ、はい、あのレンタルかもうするか売ったってもいいぞって、はい、もうどうせ貼んないもんで、はい、使わんもんで、はい、余っとったらしょうがないもんで、はい、あの金かかるから税金とか払ってかんかもんで、はい、処分したいは処分したい、はい、誰も乗れていないもんで、1台はシールの山口君が乗るだけだもんで、普通に買ったんですか、だってどっちもいいっつ貸してもいいし、はい、レンタルするならその代わり3万取るぞって、好きですか、うん、はい、あ、3万か、3万あのいや1年とかでしか借りんって言われたらレンタルするんだけど、はい、あのここにおる以上ずっとレンタルするつもりだったら、はい、買った方がもうレンタル代かからなくなるか、そうですね、3年ちょいぐらいですね、うん、で5万だもんでさ、何がですか、これ毎月、はい、はい、だって2年も1000円終わるか、あ、そうです、だからそれ以上おるんだったら会社にレンタル料もったいないか、ずっとここにおる以上レンタル料かかるもんで、だったらもう買って、まあ保険とかメンテナンスはかかるけどそっちの方がいいやと思って、じゃあ買うわ、どうせベトナム人今後
消すわけじゃないもんで、もうベトナム人もやっ。チャンネル登録お願いします。